チュルブスコの戦いは、米北戦争のコントレラスの戦い直後、1847年8月20日に起こった戦闘である。チュルブスコにおけるメキシコ軍の敗北でアメリカ軍はメキシコシティまでわずか5マイルを残すのみとなった。メキシコ軍はコントレラスとサンアントニオでの敗北に続いて、チュルブスコの損落まで後退した。サンアントニオからの後退の間、 メキシコ守備軍は、アメリカ軍ウィリアム・ J ・ワース将軍師団のクランーク、旅団に側面を突かれた。アメリカ軍は、将軍代行のペリディゴンガレーを含み、約500名を捕虜に取り、五門の大砲を捕獲した。アメリカ軍はその後の攻撃のために、コントレラスから来た部隊との統合を始めた。メキシコ軍は、サンタマリアでチュルブスコのフランシスコ海修道院で、 抵抗を試みた。この修道院は、周りの地形に比べて高さの利点はなかったが、小さな川があって、橋が一つかかっており、アメリカ軍は、まずこれを破る必要があった。修道院の石壁に加えて、攻撃に先立って、メキシコ軍が掘り始めていた不完全な一連の残豪も防御に一役買っていた。防御部隊は、インデペンデンシアと、 ブラボスの大隊と、セイパトリック大隊からの1300名だった。援軍として送られたトラッパーとラゴス大隊の部隊も、いくらかはいた。この部隊には、大砲が7門あった。大砲3門は右手に、2門は中央に、残り2門は左手に据えられた。インデペンデンシア大隊は、上部壁、橋につながる右側面。 防御のない南と北の側面及び戦場に面した二つの日干しレンガ作り小屋を割り当てられた。ブラボス大隊と聖パトリック大隊は左手、バリケードの後ろに配置された。チュルブスコ側に沿った支援として、ペレス旅団2500名がいた。アメリカ軍ウィリアム・ジェイ・ワースとデイビッド・ e ト・イッグスの各師団、総勢5000名による最初の猛攻はうまく撃退された。 マニュエル・リンコン将軍の副指揮官、ペドロ・マリアーナヤが、左側面に来た時に激しい攻撃を跳ね返した。橋が敵の手に落ちそうになった時に、民兵の三つの小集団が到着して防御隊を支援した。激しい戦いが三時間続き、インデペンデンシア大隊は何度も後方に緊急伝令を送っていたが、そこで弾薬が突きかけた。この弾薬不足は、 防御部隊が使っている、ライフル銃に合わない光景のものが送られてきた、ためだった。もし弾薬の光景が正しいものであったならば、防御部隊はもう少し長く抵抗できていたはずだった。メキシコ軍の大砲のうち二門は、熱で溶け、もう一門もその課題から落ちてしまった。インデペンデンシア大隊のフランシスコ・ペニュニュリ中佐は一握りの、兵士を率いて、 銃剣突撃を行い敗北した。ペニュニュリと彼についていたルイス・マルティネス・デ・カストロ大尉は、後に、修道院の門前にある、記念碑に、軍装の霊で葬られた。ブラボス大隊の士官たちは、修道院の壁の上にサンド発揮を掲げようとした。しかし、聖パトリック大隊の者たちは捕虜になった場合に、待ち受ける運命を恐れ、そうすることを妨げた。それでも、 セイパトリック大隊のうちの72名は最終的に捕虜になり指導者ジョン・ライリーを含み脱走罪で軍法会議にかけられた。フランクリン・ピアースの旅団は砲火の下で川を押し渡り、ジェームズ・シールズの旅団も続いてメキシコ軍の右側面に回った。左翼ではワース師団の部隊も川を渡ることに成功し、メキシコ軍防衛線の背後に達した。 修道院の中のもの以外の抵抗が崩れたが、修道院は今しばらく持ちこたえた後に降伏した。アメリカ軍のジェームズ・エム・スミス隊が修道院の壁に登り、その部隊が防御のなくなった。修道院に入った時に過激なことをしないようにさせるために、降伏の白旗を掲げた。トーイグス将軍が数分後に到着し、軍隊の例で、 メキシコ軍指揮官たちを出迎え、アナヤ将軍に武器を渡すよう求めた。メキシコの資料では、アナヤが、もし弾薬が少しでもあれば、あなた方はここにいられなかっただろうと答えたということで、ある。ニューヨーク州からの主眼兵一個旅団がこの、修道院を宿舎にし、9月7日まで、そこに泊まった。彼らがそこを開け渡すとき、持てるだけのものを、 教会から戦利品として持ち出し、建物の聖域を汚し、菜園を破壊した。スコット軍は、チュルブスコでの勝利の後、メキシコシティまでわずか5マイルを残すのみとなった。1ヶ月後、失敗に終わった急戦と交渉の後で、メキシコシティは、アメリカ軍のために陥落した。テレビのミニシリーズ、南北戦争物語愛と自由への大地。 および映画ワンマンズヒーローの中で、この戦闘の一部が描かれた。ありがとうございます。